緊急速報藤川球児監督就任で梅野龍太郎無残追放確定で阪神選手パニック新監督の就任記者会見でのベテラン扶養宣言の本当の意図最後の戦いで露呈された梅野捕手の致命的な弱点とは何か今シーズンで引退が決まっている岡田章信監督の最後の試合は厳しい結果に終わった10月13日甲子園で行われたセ・リーグのクライマックスシリーズファーストステージ第2戦で 阪神は d n a に3 1 0で敗北した。昨シーズン日本一を獲得したチームが目指した連覇への道はあっけなく途絶えた。最後には信頼していた守備が崩壊した。初回、ミシ無双者の場面で3番打者の森下翔太がレフトスタンドに先制のソロホームランを放った阪神だったが、先発の高橋遥人が2回に無視満塁のピンチを迎え、土柱強行に逆転となるタイムリーヒットを許した。さらに、 西三塁の場面で絶好調の巻ー吾にもタイムリーを打たれ、一挙に4点を失った。簡単に逆転を許してしまった。その後、試合は両チームとも無得点のまま進んでいったが、7回に DNA はマイク・フォードのソロホームランと佐野啓太による3ランで一気に6点を追加した。リリーフ陣を投入していた阪神だったが、本拠地で相手の強力な打線を止めることができず、最終的に10点を奪われて試合が終了した。岡田監督にとって最後の試合となり、 甲子園のスタンドでは残念な結果に多くのため息が聞こえた。悔しさに涙をこぼすファンも多かった。注目を集めたのは、引退を控えた名称による厳格な指揮だった。3回に4点を失った直後、岡田監督は先発保守の梅野龍太郎に変えて、坂本誠志郎を起用した。このタイミングでの交代は、相手の勢いが続いていたとはいえ、試合の序盤にしては異例だった。力のないベテランは必要ない。15日の就任会見で、 阪神の新監督に就任した藤川球児氏44はこう断言した。球団 OB でコーチ経験のある人物がこの件について語った。藤川監督は選手の年齢に関係なく実力を重視して起用する方針を持っています。これは若手選手を奮い立たせチーム全体のレベルアップを目指す狙いがあると思われます。藤川監督自身現役時代に先発投手として結果を出せず一度は解雇の危機を迎えましたが その後も努力を重ね、名リリーフとして成功を収めました。彼は選手一人一人の野球への取り組み姿勢を厳しく見極め、たとえ実績豊富なベテランでも、チームに悪影響を与えると判断すれば、一軍から外す可能性が十分にあります、と述べた。この新しい方針に対し、ベテラン選手の中には不安を感じる者も,も多いという、勝利を目指すためには、実力が伴わないベテラン選手は必要ないという意見があり、 この発言が今シーズン好調な梅野選手の立場を脅かす可能性が指摘されています。彼は7月20日に田淵選手が出場した後、守備選手としてチーム史上初の出場数を達成しましたが、その成績は打率209、ホームラン0本、RBI15 というものでした。ファンからは頻繁に批判が寄せられています。それにもかかわらず、岡田監督は彼を起用し続けており、ファンの不満が高まっています。 SNS ではしばしば激しい議論が交わされています。様々な出来事があった中で、CS2000 では阪神が3点のリードを保っています。3回の表に、ニエが守備をしている際に梅野が坂本に交代しました。試合の序盤、スタジアムは2回の表で静まり返り、高橋と梅野がリードしていたにもかかわらず、先頭打者の宮に4本のヒットを許してしまい、結果として4点を失いました。最終的には8点を失い、厳しい展開となりました。 その際、元ヤクルトのミッドナイト宮本選手は、テレビ解説者としてバスターズの攻撃スタイルが試合の状況に影響を与えていると考えていたようですが、もしかすると彼には状況を変えようとする意図があったのかもしれません。そうでなければ、岡田監督の指示だと思われますが、梅野選手が通常シーズンでマスクを被る選手を守備の控えとして起用するという決断には驚きを隠せませんでした。さらに、試合後に岡田監督は彼が普通にやれば、 梅野になるだろうと述べ、梅野選手を使わない意向を示しました。彼は来シーズンにやるべきだったと言及するにとどまりました。契約上の理由から起用せざるを得ないという声もありますが、同時にこれは梅野選手への最後の警告とも考えられます。彼が期待されるほどの成長を示さなかったためです。藤川が監督に就任したことにより、現在の状況が続けば、彼の出場機会は大幅に減少し、若手選手のデビューの機会が増えるため、 非常に困難な立場に置かれています。果たして梅野選手は本当にプレーできるのでしょうか選手たちにはどんな運命が待ち受けているのでしょうか藤川監督は今のところ彼を起用する可能性が高いと考えられています。初めの頃は梅野よりも坂本を高く評価していましたが、振り返ると、彼を使うことに何の利点も見出せませんでした。ただ、先発メンバーは大幅に減少する見込みです。しかし、藤川監督は発言の中で、 パフォーマンスが低下しているベテラン選手は起用しないと明言しています。つまり、梅野が今後安定したプレーを続けることができれば、起用されるチャンスがあるということです。私はその可能性が非常に高いと考えています。藤川監督は、健康な選手の起用を重視していると思われます。そのため、若手選手の育成やベテラン選手の温存を考慮せず、実力のある選手に重点を置いているのではないでしょうか。彼の方針は、 梅野が自分の実力を証明すれば交代のチャンスが与えられるというものです。落合博光監督が中日ドラゴンズに与えた機会に似た考えを持っているように見えます。このままだと梅野は試合に出場できず、来シーズンのキャリアにおいてもタイトル獲得が難しくなるかもしれません。しかし、彼がこの勢いを保つことができれば、実際にスキルが向上する可能性があります。ある意味、ここからが真の競争の始まりになるでしょう。 藤川監督は合理的なアプローチを試みているところです。来シーズンは、コーチ陣に大きな変化が予想され、投手力を含む守備が重要な要素となるでしょう。藤川さんをはじめ、今年の梅野や坂本の成績の、評価が鍵を握ると思います。また、岡田さんがドラフトに関して助言を行うかどうかも注目されています。二遊間についても同様のことが言えます。中野、木南、小端をどのように評価し、 補強の優先順位をどこに設定するか、さらにドラフト、FA、トレードをどのように進めるのか、目が離せません。勝利を手にするためには、投手と守備が70から80%、打撃は20、30%ほど重要です。特に、投手力を支えるのは保守であり、保守のリード、配球は、試合の結果に大きな影響を及ぼします。今年、阪神は保守の不調に苦しみ、優勝を逃しただけでなく、 クライマックスシリーズでも勝ち上がれませんでした。梅野選手と坂本選手の両保守が FA で他球団に移籍する可能性もある中で、阪神は新たな保守を育てる時期に差し掛かっていると思います。ここ数年、坂本と梅野の二人に保守を任せてきた付けが、現在の阪神の厳しい状況を生んでいるのではないでしょうか。保守は経験を通じて成長するポジションですが、坂本と梅野に頼りすぎた結果、今の阪神にとって大きな課題となっています。報道によると、 藤川監督が就任する際に、梅野は起用しないという噂が流れています。阪神は本気で保守を育てなければ、将来的に厳しい状況に直面するでしょう。もし梅野と坂本が FA 市場に出た場合、他の球団が彼らを獲得しようとする動きが出る可能性が高いです。私の見解としては、もしこのまま阪神に止まるなら、来シーズンの監督はこの二人に頼る体制を築くことになると思います。そうなると、彼らが引退した時、 阪神は再び長い間聖保守を探し、続けることになるでしょう。中川や栄などを育成するためにも、FA で新しい道を選ぶのが賢明だと考えます。もし来期の監督が保守を三人制にして育成枠を設けるつもりなら、梅野と坂本には指導者として残ってもらいたいですが、二人とも打率が規定の最下位にあり、肩の弱さやパフォーマンスの低下も目立ってきています。二人とも阪神にとって重要な選手であることは確かだが、 ファンとしては複雑な心境を抱いている。西の評価は賛否が分かれることだろう。高額な年俸を考慮すると、成績に不満を感じるのは理解できる。しかし、西がマウンドに立つときは援護点が少なく、相手の先発投手よりも早く降板することが多いため、不運な部分もあると感じる。全体的に見ると、彼は根気強く投げている印象がある。また、彼の投球スタイルは打たせて取るタイプであるにもかかわらず、野手のエラーが影響することが多いと思う。 青柳についても同様の状況が見られるだろう。野手に関しては、糸原や梅野のパフォーマンスが年々低下しているように感じられる。実力がないベテランは必要ないというのは、実力重視で進むつもりだ。忖度はしないという意味合いだと解釈できる。西サムについては大ピンチとは言えないと思う。今年の勝利数が伸びなかったのは、特に前半戦において打線とのバランスが影響していたからだ。彼の投球内容自体は良かった。しかし、 西勇ム本人も、僕は学年ピッチャーと自覚しているようで、そうなると来シーズンは危機的な状況になるかもしれない。藤川監督のコメントは、ベテランや中堅選手には、気を引き締めろという意味合いがあり、若手選手には、チャンスがある、といった激励のメッセージとして受け取られるだろう。